はい、神社のラジンでございます。今日私6月24日誕生日でございます。まあ別に報告する必要性もありませんが、ということで池江討伐戦、皆さんどのぐらいまで進んだでしょうか。池江じゃないね、伊予でございます。ということで早速ですが参りましょうか。スタート。はい、ということで本日ですが、この伊予討伐戦で新しい情報を少し手に入れました。はい、こちらギルドブラック製現在12位の、ギルマスさん、板倉之助田さんからちょっと情報を提供してもらいましたと。こちらちょっと写真を見てください。ポストラン、本来異形の門番を討伐することで獲得できる破片がすでに手に入れている方々がいます。それはどんな人たちだというのは、なんとランク20まで突破しますと、どうやらそこが上限なのかどうか分かりません。ランク20までとりあえず行ってみてください。そしたらこの破片がもらえるようになっています。ドロップできるようになっているようです。ただ今現状だと、まあバトルギアとか見ていっても、上げるのは全てもう一つの巨像を討伐することでできることで獲得できる破片でしかギアの、アップとかはできないんですが、なんとすでに次の第2章でアイテムをいただくことができるはずの破片が前もって手に入れていることができるということになっているようです。つまり僕今現状ランク10です。もうこの辺で一旦やめておこうかなと思ってました。なぜなら、まあ一応このシークレットショップもランク8まで突破すれば全部手に入れることはできる。で、この破滅の巨像も、まあそこまで大変ではない。ただ毎回毎回時間潰して、周回してたら鍵だけが無駄に消えていく。ランク20まで行くところで、確かに討伐の実績でルビーが、250もらえる。ただこの板倉さんの情報ですと鍵が400枚ぐらい消えるようです。鍵400とルビー250、そこまでするのはちょっと割が合わないかななんてちょっと思ってはおりますね。はい、ランク20まで行くんだったら鍵400枚ぐらい必要そうです。はい、めちゃくちゃきついよね。鍵券ですね、鍵券。だからそれ考えるともうこの辺で止めておいて、まあバトルギアの方で、あとはもう次の第2章に入った時調整するためにポイントはちょっと残してはあるんで、まあこれで第2章がどうなるかですよね。ランク10レベルのこれでは倒していくのは大変なのかどうなのか。もちろんランクを上げれば上げるほど火力がアップするんで、この破滅の巨像も倒しやすくはなっているんですが、毎回毎回これが一月に1回ずつのペースで出てきてたら鍵券400枚ずつなんか出していることできないじゃないですか。となると、なんかそこ今回初っ端だからね、1回目が終われば2回目はまあこんな感じっていうのをみんな手応えで掴んでくると思うんで、もっと鍵の消費をね抑えられるかと思うんですが、まあどうでしょうね。これ20まで行く必要性があるかどうかっていうのは、で先ほどもまあランク20になって前もってさ破片の方をゲットできるって言っても、明日のアップデートでまあ何も説明ないと思いますよ。多分この期間中7月2日までは多分シークレットショップが改変されて、その破片で獲得できるものが変わるとか、そこはいじってこないんじゃないかなって僕は感じているんですけどね。っていうのと、第1章がどうやら第2章になっても続けていけるっていう情報はありましたよね、この前。となると1日1回チケットを配布して経験値をゲットできていたっていうのが、第2章でも2週間ぐらいの間多分期間があるとして、それが続いていくとなると、まだあと猶予的には
3週間ぐらいあるっていうことだと僕は思ってるんですよ。で、その無料のチケット使っていったら討伐のこのランクもおのずと鍵券使わないでもいくつかは上がっていくんじゃないかななんて思っているので、まあそこまでこう張り詰めてやらなくてもいいのかなという感じもしていますが、まあとりあえずちょっとね板倉さんから、なんとランク20になるとこの異形の異形の門番で討伐するアイテムを前もって手に入れることができますよという情報をちょっとお伝えさせていただきました。はい、ということで明日6月25日ということで新キャラアンチがやってきますが、ちょっと考えてるのはですね、ガチャをやる時間をちょっと変えようかなって思ってるんですよね。いつもアップデートして新キャラどんなやつか見て、ガチャにそのまま行ってたんですけど、ちょっとですね明日ね用事があってね、すぐ家から出なくちゃいけない感じなんですよね。多分5時過ぎでしょアップデート終わるの。なのでどんなキャラだけでも見て、そっからちょっと放送してガチャ引くのがもしかしたら夜10時とか夜11時過ぎにまたライブ配信という形になってしまうかもしれません。はい、ですがまあ明日とりあえずアップデート直後の生配信はやることができますんで、もしよかったら皆さん見に来てください。本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッチョブチャンネル登録していってください。では皆さんバイバイ、ありがとうございました。